ジョック。ジョックとは、アメリカ合衆国における人間の類型の一つで、競技ではアスリートの男性を指し、講義ではしばしば同国の社会、とりわけ学校社会における、いわゆるスポーツマンを、主とした人気者の男性を名詞として総称する。アメリカ合衆国の社会とりわけ学校社会のヒエラルキー、学校内序列、スクールカーストの頂点に位置する、ジョック。 大概念たるナードと共に、米国の社会及び文化の象徴の一として語られもする。ジョックという概念は、学校文化、特に高校文化に深く根ざしたもので、これを抜きに論ずることはできない。アメリカ合衆国の一般的な学校、特に高校社会にあっては、各々の生徒の特質によるところの階層というべき、ものがしばしば形作られる。 これら各々の階層への帰属がその生徒の学校生活の様相を決定し、また学校生活の様相によってその生徒の属し得る階層が決定される傾向にある。多くの場合において5段階程度に分かれるものと見られるこれら階層は、異階層間の交流関係を主従対立という上下関係に基づくそれの他にほとんどとして持たないという傾向を有し、 そこに定するその要素は、厳然たる階級社会と表現されてもいる階層構造の図書を参照。そして多くの場合においてその頂点に位置するのが、体育会系の男子生徒らとそれを補佐する、シアリーダーの女子生徒らの属す階層であり、前者を指して、ジョック、前者の属す階層、または、前者を集団的に、ジョックス、という。平たくは、 肉体志向の人気者集団あるいは派閥といえるもので、これに属するための教育、訓練が幼児の時期から行われるなど、米国における社会の、いわゆるメインストリーム、王道として、一般的な米国社会の多くの親が、自らの子に望む道であるという。つまりは、いわゆるアメリカ人の生き方の目立った花形にあたる、この栄光を得るための熾烈な競争が、幼少の時期から始まるのである。 一方、慣れなかったものからすれば非常に気に食わない存在であり、こうした文化はコロンバイン高校従乱者事件のような生産な事件を生み出す直接の要因であったものとも考えられている事件参照。学校内での数において相対的に一握りに過ぎないジョックスは学業成績が優秀でなくともその学校内で優等性的な存在で周囲の人気を集める。 それだけでなく彼らは、学校内で絶大な権力を持ち、しばしば支配者としての振る舞いを見せる。最たる特徴として、聴診、筋肉質、スポーツ万能、量子鍛錬、溢れるセックスアピール、とにかく女子にモテるなどといったものに加え、次のような要素がその特徴として、しばしば挙げられる。思考面における傾向としてよく挙げられるその特徴には、 肉感的かつ派手な外観の女性を好み、音楽をたしなむ際には爽快感のある、ポピュラー音楽を、特には、ラップミュージックを好み、ことさらに競争を好む、といったものがある。しかしながら、社会に出ると、学力で勝るナードよりも下になることが多く、行き着く先が、レッドネックだと考えられている。ジョックという存在の対局として語られるのが、 なードという存在である。明瞭なる定義は存在せぬものの、一般にはスポーツを増えてとする種類のもの、特にはスポーツ以外の趣味に打ち込むもののことで、しばしばジョックと二交対立をなす存在として、その中でジョックに敷いたげられる存在として語られる。背景にはスポーツ以外の情熱的な趣味を持つものを、あくまで変人とみなす風潮があり、加えて、 その者が持つ趣味の知識の要求の度合いが大なればなるほど、その者が受ける他者からの、ナードとしての認識も強くなり、もって、ジョックの対局に近づいていく。例として、などが挙げられる。ナードは、男の王道たる、ジョック、女の花道たるチアに対して、これら、メインストリームから外れた二流の者の至る道、平意には、敗者の受け皿であるとしばし捉えられる。 ジョック・タイ・ナードという対立の図式は、高校や大学などの学校社会のみならず、米国における社会や文化を語る上で不可欠となってくる要素の一と考えられている。例えば、政治を語るときに、リベラル、左派の多くがナードを出事とするということは、無視できず、大衆文化を語るときにほぼ全ての文化人がナードを出自とするということは、無視できない、などである。 特に映画監督などは、ナードの羊のものが多く、ナードが特殊能力を手に入れて、ヒーローになるといったストーリーは、アメリカの映画でよく見られる。その場合、ジョックは、犠牲者、あるいは脅威に対するカマセイヌとして描かれることになる。多くの同性愛者らも、ジョックに性的関心や憧れを抱くと同時に、ジョックらからいじめを受けたりやむしされたりすることが、しばしばである。 故に合衆国の社会における性的マイノリティの立場を彼らが初めて体感する相手でもある。アメリカ合衆国の学校社会において形作られるヒエラルキーの序列はむね次のように捉えられる。以上がウィナー、勝者。以下はルザー、敗者。こうした階層構造の様相とそのおののの構成者たちの類型については、 アメリカ合衆国の社会において一般性の高いステレオタイプであることから大衆文化の枠内においては学園を舞台とする物語作品などでの上道にあたる題材、素材となっている。米国の映画やテレビドラマなどでは青春をテーマにしたものを除けば必ずと言って良いほど悪者として登場し、ことにホラー映画などではしばしば殺害、自殺含むの対象となる。 その背景には、テレビディレクターや映画監督といった職業の多くが、ナード出身者で占められているという事情。また、比率からして、受け手の多くが、非ジョックスであるということを念頭に置いた、マーケティングの点での事情があるものとみられる。題材とする、娯楽作品は、媒挙に暇がないものの、近年のものでは、ミーンガールズ、ゴシップガール、クリー、パパには秘密。 ナーズの復讐、ハイスクールミュージカル、バフィー、恋する十字架、ワイルドスピード X3 東京ドリフト、ルビーなどといった映像作品群がその典型として名高く、ジョックと合わせて、ナードという表現も劇中に登場する。対する、ナードに焦点を当てた、近年のものとしては、コメディミュージシャンのアルヤンコビックが発表した、ホワイトナーディという楽曲が、 ポピュラー音楽の舞台に名高い。その映像を主演として、好評を博すに至った、この作品は、ナードの最たる、典型像としての、打作品を穴白人リークたちが、それとおおよそ遠くかけ離れた存在、ねじれの位置としてのヤングスタラッパーたちと共演する、もので、そのシングル版はこれを収めたアルバムとともに、その発売からたちまちビルボードホット100に代表される。 スータの音楽チャートを席巻することとな。女の子にモテず、地理で、容姿も悪く運動もダメな、ヒヨアナギークを主人公として彼がある局面で英雄的勇気を示すことで認められ、憧れの女の子の心をつかむサクセスストーリーも人気が高い。例として、ダイハード4.0、スパイダーマン、バックトゥザフューチャー、トランスフォーマーなどが挙げられる。 その数24名の重軽傷者、そして13名の死者を出すという、米国史上最悪級の学校事件となった、コロンバイン高校における銃の乱射事件は、ジョックの応募に抗うとの胸のトレンチコートマフアという自警団を結成した、エリック・ハリスとディラン・クレボルド、という二人の少年によって引き起こされた。惨劇の舞台となったコロラド州のほぼ中央に位置する、 コロンバイン高校は、スポーツ競合高校として、体育会系を尊ぶ気風が伝統的に色濃く、ジョックでない生徒はあくまでは規約であり、教師もジョックに該当する生徒を最高の生徒像を体現する存在として優遇するような校風であった。そのような環境の中で、敷いたげられるナードであったハリスとクレボルドは、怨恨の念を暴力という手段で爆発させ、銃を乱射し、 多数の生徒を殺害して自殺した。二十世紀末の米国社会を震撼させた、この事件は、銃社会のハラム、問題点はもとより、ジョックを頂点とする、学校文化、階層構造を帯びた、学校社会がはらむ深刻な問題を浮き彫りにした、事件であると、そして、同国の、あらゆる学校で発生しうる事件であると、しばしば語られた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。